対戦したのは現在11位の清水エスパルス。ここまでリーグ開幕から7連敗と厳しい現実を突きつけられているヴォルティスですが、なんとか初勝利をつかみたいところです。しかし試合は立ち上がりから清水のペースで進みます。まずは前半11分、こぼれ球を身長193センチの大型フォワードノバコビッチにゴール右隅にうまく決められ先制点を奪われます。さらにその8分後にも同じくゴール前でのこぼれ球をノバコビッチに押し込まれ、課題とする早い時間帯での失点を2度も許してしまいます。しかし前半32分、相手ハンドで PK のチャンスを得ます。これを蹴るのは高崎。しかしボールは無情にもキーパーに阻まれゴールならず、反撃の糸口をつかめず前半を0対2で折り返します。なんとか得点を奪いたいヴォルティスですが、後半に入っても試合の流れは変わりません。後半31分にはパスミスからボールを奪われると相手フォワードに切り込まれ、最後はキーパーをかわされ3失点目。さらに終了間際にも追加点を許します。結局このまま0対4で敗れ開幕8連敗。試合後にはサポーターから厳しい声が飛びました。1点、 PK で1点取れんかったのが残念ですね。8点をとりあえず1でも取ってほしいと思います。やっぱ J1 は強いって言うても、やっぱりなんかアクション起こさんとやっぱり変わっていかんと思います。このまま行きよったらもうこのままいったらずるずるいってしまうけん、なんかアクション起こして勝てるの頑張ってほしいです。前にとりあえずシュート打ってほしい、それだけ。最後まで 0-4 というふうになりましたけど、どうにか点を取ろうと前向きの姿勢は見せてるんで、そこは大事に、そこは本当に大事に、失点は多くてゲームは終わりますけど、その向かっている姿勢だったり自分たちでボールをどうにか運んだりゴールまでっていうところは大事にしてやりたいなと思ってるんで、そこだけはもっとできるように膨らしてやりたいなと。前向いて、勝ち点1勝を取るためにさらに準備をしていきたいと思います。そこに、尽きると思うんで、厳しいと思いますけど J1 でやれてる喜びだったり続けていくことが強くなったり精度が上がったりっていう風になると思うので、そこはめげずに、準備をして、どんな状態でも準備をして続けていくっていうことをやっていきたいと思っています。